皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター講師の滝田でございます。今回はまたこちらクリスマス特集のベース解説動画を作るべくですね、相模原のベルベットルームスタジオさんの方にお邪魔させていただいておりますということで、ベースの解説なんですけれども、譜面をもうすでにダウンロードしてちょっと弾いてみた方はわかるかと思うんですけど、かなりシンプルな内容になっております。というのも僕は今回のこの楽譜はかなり簡単めなアレンジで書いているので、まあ比較的難易度は低いかなと思います。それでもとりあえず守ってほしいポイントは一つありまして、リズムですね、リズム。8ビートっていう8分音符のこのビートを基調としているんですけれども、これを崩さずにちゃんと弾いていきましょうということです。初心者の方はですね、特にこのリズムが崩れやすいので、しっかりと8分音符をダダ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 ダと弾いてください。弾けるように気をつけてください。指で弾くともちろん難しいのでピックを使って大丈夫です。ピックを使ってガガガガガッとね。ガガガガ。で、もちろん、指の方がかっこいいよとか、なんかこう指で弾きたいなんていう方は指でちゃんと。で弾いていただければ OK です。けどこれを極端に悪くやると、なんてやっちゃうとすごいもうリズムはガタガタでドラムの人もびっくりみたいな感じになってしまうので、指で弾いてもピックで弾いてもきっちりとこの8分音符のダダ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 はしっかり守りましょうということです。で、余裕がある方はですね、いろいろ遊んでみてください。先ほども言いましたけど、この楽譜は、本当にシンプルにまとめているものなんで、どん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 自分のフレーズなんかを付け出していただけると面白いかなと思います。特に僕が面白いななんて思うのは、ソロセクションを拾ってみましょうか。1本の弦だけで、フレーズを作るという手法です。どうしようかな。ソロセクション楽譜通り弾いてみますね。そうするとこんなポジションになるはずです。これを1本の弦で、つまり5弦だけで弾いていきます。そうすると5弦じゃなくて3弦ですね。3弦だけで弾いていきます。で、その合間にこのスライドなんかも交えてうねるような感じで弾くとすごく面白いかなと。やってみましょう。こんな感じでうにゅううにゅうみたいな感じですか。なんかこううねるようなベースを弾いてあげると結構面白いかななんて思います。ぜひいろんなところでこんなフレーズを、突っ込んで遊んでいただければななんていう感じでしょうか。で、あと音色に関してなんですけれども、できるだけブリブリ系っていう言い方をするんですが、ブリブリした音色の方が良いかなと思います。イメージとしてはジャズベよりもプレベ的な、音色ですが、それでこうちょっと歪ませたりとかしてガツガツする感じで弾いていただくと割と曲調としてはマッチするんじゃないのかなと。とりあえず僕は今回普通にこの GL のベースから、サンズアンプというクラシック、サンズアンプのクラシックというエフェクターを取ってそのままアンペグの SVT の方に行っているんですが、ちょっとこっちで軽く歪ませたりしてます。生音だとまあこんな感じの、まあいわゆる電池のプレベって感じの音なんですけれども、これ入れるとちょっと歪んで、なんか音の密が濃くなったというか、そんな感じしませんか。こんな感じで少しこうファットな感じ、ファットで軽く歪んだ感じの音色でプレイできると良いかななんていう感じです。まあ、今回僕はサンズでやりましたけれども、まあ、皆さんお手持ちのエフェクターでもしこういう音が作れそうだったらトライしてみていただけると良いかなと。サンズアンプのクラシック持ってる方は、まあ、こんな感じでセッティングをしてみてください。ディップスイッチは234
2347が上になってる感じです。2347がオンになってる感じですね。なんかこのエフェクターね、ちょっと高いんだけどね、すごく良いエフェクターなので、まあ興味があったらちょっと調べてみるのも良いかもしれません。ちなみにこのクリスマスソングで使っているベースギターなんかは全部このエフェクターだけで作っていたりしますので、そのくらい便利。わーい。あ、ベースに使ってる方ってベース用のエフェクターってわけじゃないですよ。え、ギターも使えちゃうぜ、わっしょいっていうことです。まあそんな話はそのくらいで置いておいて、リズムに気をつけるっていうことと、あと音色に気をつけるってことですね。で、余裕があったらこうスライドとかのブリブリ系のなんかこううねるようなベースをやっていただけると面白いかななんていう感じです。そんな感じでしょうか。まあ、ちょっと短いというかあんまり言うことがないのでもう終わりになりますけれども、頑張って練習をしてみてください。それではまたいつかお会いいたしましょう。さよなら。